い、では先ほど外交安全保障という話もありましたけれども、これまで取り組まれてきた政策について教えてください、はい、またこれから取り組みたい政策についても教えてください、はい、今まで私外交安全保障を全力でやってきました。でもう一つの柱ということで今安全保障と未来保障という言い方をしてるんですけど、次の世代をどうやって、育てていくか、特に、いろいろハンディキャップを抱えている、貧困であるとか、虐待のリスクのある家庭とか、そういうお子さんたちをどうやって、国で地域でサポートしていくかという、この2つの政策に、今取り組んでるんですけど、これまでやってきたのはもっぱら外交安全保障だったんですね。で短い政権時代3年3ヶ月だったんですけれども、現実的な安全保障政策を、自分なりにはリードできたという自負があります。例えば、それまで防衛基本的な防衛政策というのは北海道に、ソ連が上陸してくると、だからその北海道を中心とした、守りを固めてずっといて、でも冷戦が終わってるのになかなかやっぱりその改革ができないでいたんですね。でちょうど僕ら政権交代したし、今までのしがらみないんだから思い切って変えようということで、今の南西方面、沖縄や南西諸島を中心とした、これから北朝鮮や中国というこういうものを睨んで、そういう基本的な戦略の転換を、実現することができた、これ一つ。それから防衛装備品の調達、日本の場合は武器輸出三原則というのが当時あって、でとにかく外国にはもう売れませんと、とにかく全部自前でやりなさいと、そうすると結局規模の経済学が働かないですから、スケールメリットがないですから、結局ものすごい割高になるわけね。だからもう税金を相当食ってしまうと。私たちは少なくとも、いきなりこの戦闘機を外国に売るっていうのはこれはまだ今までの継続から考えてちょっと難しいので、せめて外国との、一番いいのはアメリカですけど、アメリカ同盟国であるアメリカとの共同開発を、共同研究共同開発をしていくようにしていけるようにしようと。とにかく日本で素晴らしい技術を持っていても、それがガラパゴス化してもしょうがないんで、とにかくそのアメリカとそういう共同開発、今はオーストラリアやイギリスやフランス、こういうところと少しずつ始めてますけど、そのきっかけを作る判断、これも実は自民党政権ではもうずっと議題に上ってたんですけど、なかなかそれが実現できなかった。これもしがらみを立って我々がやったってんで、自民党の心ある人たちからはよくぞやってくれたというふうに言ってもらいました。それからもう一つは尖閣の国有化、これも批判を相当浴びましたけど、やっぱり日本の領土だと言いながら実は民間の人が持ってますみたいな世界なんですね。これは石原慎太郎当時の東京都知事からかなり刺激をいただいたんですけども、やっぱり国がきちっと購入して、そして管理をしていくという、こういう体制に改めて、安倍政権もそれがずっとつながって今日に来てますから、今言った3つぐらいは自分として本当に手応えを感じた、政策実現だったなと思ってます。でもうちょっと10年20年でやってればかなりいろんなことができたと思いますけど、政権交代になりましたから、またこれから自民党の中に入ってですね、しっかりやっていきたいというふうに思います。でこれからやりたいことは、僕は地域で、今も広瀬さんとこれから取り組んでいきたいというふうに思っていますけども、リスクを抱えているご家庭、虐待のリスクとか貧困であるとか、あるいは外国人の親御さんとか、なかなかその学校からプリントをもらってもすぐそれに反応できないようなそういうご家庭、あるいは地域からちょっと孤立気味のご家庭に対して、最近まで子ども食堂というのがすごく流行って、みんなにこう食事を提供してあげるというそういう場があったんですけど、このコロナウイルスの蔓延の中で、なかなかその子ども食堂に子どもたちが来てくれなくなっちゃったん で今度はじゃあこっちから出張っていこうということで、アウトリーチ型の子育て支援の切り札として、子ども宅食というのを、今全国に普及したいというふうに思っていて、特に私の18区選挙区、小金井、府中、武蔵野、この地域で、ぜひ心ある皆さんと本当に困っているご家庭に、食材を届けて、そしていろんな相談ごとに、
応じてあげられるようなですね、その仕組みを作っていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。